はい、皆さんこんにちは。ファミツアップスターズターザンパパゾウです。そして早坂です。ヤオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日もね、新宿の選挙パーティーやっていきたいと思います。はい、頑張るぞい。今回はどこでしょうか。ブルリオさん。ブルリオさん。ブルリオさん。はい、ブルリオさん、はい、ブルリオの中のブルリオということでよろしいですか。よろしいです。はい、ありがとうございます。ブルリオが落ちるステージと、はい、はい、ブルリオのことでやっていきたいと思います。方々、はい、の祭典、はい、あ、違う、天命の祭典か、はい、はい、HP 個別ということで、はい、じゃあこれ取ったんだね。はい、ミヤボ、はい、はい、ありがとうございます。はい、動画見習っていきたいと思います。じゃあ動画お願いします。どうぞ。いや、ブルリオはね、はい、マジでね、うん、こいつ何に使うんだよ。わかんない。わかんない。これからかも。性能。これからかもしれない。ブルリオっておじいちゃん。おじいちゃん。アンチ魔法陣がついてるやつですね。はい。はい、これは闇を通す、闇しか通さないあれね。レーザーバリア。そうですね。レーザーバリアと、はい、あとビットン。ビットン。こいつはね、攻撃してきます。ビットン。そう。だからビットンのあのレーザーバリアの範囲内に止まらないように立ち回りましょう。あ、そうなんだ。あとビットン。はい。あとサソリが。サソリが出てくるんですけど、意外ところなんかヒット数いくのかと思いきゃいくんだ、はい、そう、そのダッキのレーザーすごいっすね。さすが。俺はもうダッキ以外じゃここよくわかんない。ここは本当あのビットンステージですね。ビットンだけが強い。そう、だから本当にあの範囲内に止まらないようにして、あと雑魚貫通でシャキンシャキしてれば問題ない、うん、勝てるような気がします。でこのパーティーが現状俺は一番いいんじゃないかなって、はい、なんかダッキーっすよね。なんかダッキーなんですよ。とりあえずは重力バリアをある程度対策していってって感じですね。はい、でこれもビットンのあの内部に止まらないように、あの3、 あれでボンって白爆発し、あ、白爆の範囲なんですね、はい、範囲なんですよね。それが痛いんで、とても、あー、まあ、レーザーとかもあるんですけどね、こうやってちょびちょびちょびって、うん、正直このヒーリングオールの回復量が多いんで、きっちり触れてればそんな気にならないレベルなので、ビットンだけが強い。そう、まあ、なるべく下の方に行く感じなんですね。そうですね、雑魚を倒しながら、まあ、ビットンを避けていくみたいな戦い方ですね。なんかとりあえず貫通がいいですね、絶対。そうですね、そうですね。1、2回触れられれば最大限回復するみたいな。はいはい、うん、熱い腕にインしているのですが、これパッ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 、これインパチ、インパチが違いますよ。そうなんですよね、これ個別だとね、もう周りにいるだけでも結構やばいですね、うんうん、個別ならではのね、きつさですね。そうですね、このインパチは、はい、あ、でもとりあえずこのパーティーだったら友情を出していきましょう、うん、そしたら勝手に雑魚弱点をね、あのレーザーが保持してるん で、うん、で俺ここね一番難しかった、うん、言うのあいつなんだ、あの原子なんて言うんでしたっけ。斎藤一かいはじめ、斎藤はじめがこれセットなので同時に倒さないと、はい、永遠に蘇生し続けます。同時に倒しましょう。で、HP が結構多いので、なんかいい感じに削ってから倒さないといけません。うん、俺ここ結構下った。そうだね。すごく大事ですね。そう、やっぱさ、難しかった。うん。真珠に飼いならされすぎてさ、うん、こいつらボス戦でも出てくるんですけど、別に何もしょうがないんですよ、こいつら。いるだけで。うん、お前ら、いるならボスのことを回復ぐらいしろよ。思いませんでしたか、うん、思わない。もうこいつらもう黙って見ててくれってしか思わなかった。お前らなんでいいんだよと。許せなかった敵なのに。敵として恥ずかしいなと思って。なるほどね。うん、まあ真ん中数字がやばいって感じなのか。そうですね。おそらく真ん中数字はやばいやつです。でさらにこれビットンのあれにあんま痛くないんですけど、もうそれまでに抜けようと。うん。まあ、ヒリゴルでちょっと回復できれば。そうですね、本当削り難しいんですよ。重なった重なる時もあります。そうですね、基本的に多分こうやって重なって倒す、うん、そうですね。ああ、なるほど。また弱点は重なってはない。重なる時もあるじゃないですか、ね、はい、はい、お、SS ブッパー、とりあえずちょっとなんか削れないと思ったんで普通に殴ってたじゃん。これは確か無駄打ちに終わったような。いけいけ、うん、惜しい。これでギリギリちょっと削れなくて、あの右のやつは次死ぬという。そう、倒せないとお前はもうやったんですね。そう、すでにって言われて、これはもう死ぬ。まあ、硬いんすよこいつ。あ、デュフォ死んだんじゃないこれ。これやったね。ああ、そう、これが一番のヤバいところっすね。あ、その後のまあ回復していけばいいんですけど、個別なんで。あ、でも回復になったんですね。確かに辛いな。そう、辛いんすよ。チビアついてんじゃん。あ、そうそう、トゥーボール俺チビ足ついてんで、それやばいね。そうだ、個別なんでね、ここ専用じゃん。
子専用まである。でももうこれ一生回らんかもしれない。おじいちゃんはね、真珠の聖域ですらあまり出番がないという、うん、ガラゴーラですらね、そうエティカに出番を奪われるという悲しきモンスターですからね。エティカ強すぎる。斉藤はじめの見捨てられるし。ダメだ。まあこれもまたビットに注意してるんですけど、うん、まあでも一体なんか生きてるやつが範囲外にいれば、まあ、別にこのステージやられないんで、うん、チビーヤが強すぎて、うん、そうだね、やばいね、チビーヤ氏はやばすぎる、勝手に満タンになっていくから、まあ、これ相当グダってますがでもここ一番こうなりやすいと思いますですね。さああと一ターンで何か来ますね、はい、でこれまあめんどくさだったら SS って突破するのがいいと思います。ここで言っても全然後々に別に影響することはそうない、そうないんで、あれ打たねえなこいつ、なんで打たねえな、まあ、回復取りたいっすよね、せっかくそうっすよね、あ打つな、打つよねあもう回復しない、もう回復しないで、もうステージのあれで回復しろって。おっ2-4がいい、テンポいいね、はい、で突破と、うん、まだボスじゃないんだ、うん、もっとスムーズに行きたかったですね、これは。あ、来ました、出てきた、はい、で、ここも、まあ、あのビットンの圏内にいないようにで、雑魚をしっかり弱点取って倒すと、うん、まあ、こう裏にね、ダキとかいたらそうですね、2ターンぐらいで終わりますけど、今ちょっと1があんまいないんで、あ、入っちゃった、2-4でも2-4やられてもチビ足ついてるわけだ、うん、マジ強いです、チビ足倒して、おっと2人入った、このだけはチビいい足、ノー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 イヤシ、いやすない、ノーイヤシ、まあね、死なないですからね、うん、おあ入ってるな、撃滅、どう倒すか、できない、バフン、おーしょー、痛い、じゃあこれで倒してどこかと、はい、いや本当ここは俺にとって癒しでしたね、うん、結構優しかった。ここなんかさ、なんか呼ばれるかなと思ったら呼ばれないんだよね、呼ばれない、いやその代わりここあれビット2個重なってんだよね、あいつにこれいっぱい爆発してくる、そうあそこ通ると止まりやすいと、そうですね、止まりやすいし2回爆発するんでやられます、4体そこにいたら、なのでまあ結構癒しかと思いきや油断するとピンチになりますね、やられます。なのでここは本当にビットの辺にしましょう、うん、それを殴っていく、危ない、これですね、ピーロン、ピーロン、これやら確実にやられるんで、これ完全に初見殺したと思う2枚あると思わないね、思わないもんね、よく見たらこれレーザーバリアもさ濃いんだよね、色本当だ、今もだってね、絶対人来ると思ったもん、ここスペースが怪しいスペースあるで、ボス戦ですね、さああれ、何もしない、はい、そう、あいつだおじいちゃん、かわいそう、ここはもうひたすらもう、まあ、このビット内できれば痛くないですけど、火力で押し切れそうな時はガンガン友情出してとりあえず友情出していけば、まあ、佐藤問題ないです、そうですね、うん、ここは正直斎藤はじめ無視して押し切れるパーティーがほとんどだと思うんで、うん、2-4位置良すぎだし間違いない、とりあえずボス特攻でいいような気がしますね、対外ボス特攻でいきましょう、斎藤はじめ移動してきたけどね、以上強いですからね、なんか通行人だよりな、うん回復しつけ忘れたんじゃないかな本当に、いや俺これで知らぬうちに回復ついてたら怒るよ、うん、先に倒さなきゃいけなかったらまた難易度違うだろう、あいつ絶対ボス回復するべきだと思うんだよねまあでもね、ちょっとまだダッキーでしかやってないんで、俺はこのダッキーがやってないです、本当はやばいのか、実はなんか難しそう、うん、なんだかんだやっぱそうね、ダッキー以外だったらどうぞ、ボルさんでいればいい、なんでしょうね、とりあえず貫通重力が良さそうなんで、でヒット数稼げるってなってやっぱほんとダッキとかになってきちゃうのかな、ハリスとかでもいけるのかな、なんか、うん、サソリ弱いから毒とかでもらえるかなとか思ったり、強そうなハリス
派です。ですなら斎藤さんもそうですね、サムライ、サムライでどうするんで、うん、貫通重力、貫通重力、闇の方がいいですか？闇の方がいいですね。それパトラ強そうだな。知らんけど、パトラも普通に強そうですね。光、うん、大園さんが調べ始めた。いや、俺だったら何でいけばいいのかな。ああ、何見てます。ああ、そうかそうかそうか。大園さん、ダッキーで脳ダッキーだから。脳ダッキーか。いや、でもダッキー持ってる人はね、なんかそんなやっぱりいっぱいいるわけでもないと思う。あれじゃん、そうベルゼブブで、ベルゼブブ、ベルゼブブ、無敵でビットンから守ればいい。確かにベルゼブブ、確かに確かに進化ベルゼブブ、貫通が、貫通がいいんだよね。まあ、できれば多分貫通の方が立ち回りやすいとは思います。弱点があるんで。はい、で最終も、まあ、ここも同じで友情を出してって SS で、で終わります。ここもストップで大丈夫です。ビトンも、まあ、多少気にしながら立ち回ると。なんかいますか？全体調査なんか、なんかロキって話言ってませんでした？ロキさんはそうだね、レーザー強い、うん、ブレイヤーにもレーザー強いやつ、まあ、うん、思いつかないな、重力だったら。ダッキーがやっぱり一番、うん、ダッキー、あ、でもあれもいいかも。ヘンドリクセンとかでもあんま勝てないか。まあ、ヘンドリは一つは勝てないですね。うん、こういう意外と少ないな。なるほど、うん、はい、はい、まあ、とりあえず貫通重力で強いガチャゲンを連れていこうと、はい、そうですね、ということですね。あんこかな、なんかしら、どう見ようし、あんこかな。あー、重力ですね。ヒットスター稼げない。ただ反射かな、あんこは。あんこ貫通で、あの、ダンクレーザーの進化の方でも、あいつ捨て低くないですか？攻撃力ちょっと低いかなって感じある。そうっすよね、まあ、面白そうですね、あんこ。確かに、ダックをうまく使ってって感じですかね、うん、そうだね。うん、やっぱヒット数担当は結局ガチャゲンになってくるのかなと。昔のやつがスイカヘッド持ってたらスイカヘッドも。ああ、でもなかなか持てる人少なそうですし、うん、かな、それぐらいじゃないか、強いんじゃないですかね、その闇属性だとね。うん、まあ、普通に予備とかいてもいいかも、うんうん、あと貫通でやろうと思う。そうだね、うん、はい、ということなんで、はい、こんな感じで、はい、まあ、おすすめはダッキーです、うん、はい、はい、ということで、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。はい、あとね、あれね、あの、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。